嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。ひるぎさんってサウナ好きなくせにパンパンなのはなぜでしょうか。まあ、いっぱい食うからじゃないですか。頭が悪いからいっぱい食うんですよね。携帯で掲示板いじれるくらいの子供の頃からのファンだったのですが、とりあえずやってみます。は、明日もビール飲んで配信してください。は、明日はなんか用事がある気がします。日本の美容室の数は24万件に、日本にある信号機の数より多いと言われています。そんな多いんだ。このレッドオーシャンの美容室で勝ち残る戦略ありますか。まあ、うまくぼったくってやってるところはそれなりに利益を上げてると思うので、バレないようにぼったくればいいんじゃないですか。ただ、過度競争なので、他の業種に行った方が楽だと思いますけど。信号機より多いって考えると、田舎は信号機が少ないってことかな。ひいおやじガチ恋勢がいて笑った。はい。まあでもね、結局その、顔は3日で慣れるんですよね。その、美人は3日で飽きる、ブサイクは3日で慣れるっていうんですけど、その、なのでまあ、ひいおやじさんが性格が悪くて死んだ魚の目をしてるとかっていうのも多分慣れれば気にならないってことだと思うんですよね。短期記憶力を向上させる方法ありますか。二つの質問を受けたときに一つ目を答える間に二つ目を忘れてしまいます。メモすればいいんじゃないですか。別に自分の脳のその能力の限界を超えるのであれば外部記憶を使うっていう、要は足りないものを工夫でこなすっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。録音するとかね。バイキング坂上さんと宮根屋さん信用できないんですが、ひろゆきさんなぜメディアを信用できるんですか。別に信用できるメディアと信用できないメディアがあるというのは当然だと思うんですけど、ただ大手メディアの方は間違ったことを書くと叩かれて、じゃあ間違えましたとかって発表したりするんですよね。でネットでやってる人って嘘ついても直さなかったりするので、なので大手メディアの方が訂正されやすいっていうのがあるので、長期的には大手メディアの方が信用される記事が多いっていうことになると思います。あと、テレビ番組じゃなくて、僕、どちらかというと、新聞とかの、その、文字メディアの方を信用するようにしてます。その、まあ、僕もコメンテーター的なことをやってるので何なんですけど、その、コメンテーターが信用できるかとかっていうので判断するんじゃなくて、その、調べる記者さんとか、そこの会社が信用できるかっていう会社を信用するようにした方がいいと思いますけどね。ファクトチェックとかやってる会社は信用しやすいと思いますよ。元喫煙者の夫がタバコを吸ったら離婚と言っています。変に気まじめになった夫との生活に疲れ隠れて知ってます。どうしたらいいでしょうか。まあその、なぜタバコを吸ったら離婚なのかっていうところをちゃんと話し合った方がいいんじゃないですかね。その、まあ、約束が守れないような人だと、こういう他の約束も守れないかもしれないから、もう信用できないっていう話なのか、守れる約束は守る。でも、タバコを吸わないという約束は守れない。だからタバコ吸いますっていうのが、論理が通用するかどうかですね。いや、その、相手がタバコ吸ってほしくない。だからタバコ吸わないと約束しろ。でも、約束が守れない奴は信用できないっていうのであれば、守れない約束はしないっていう関係性が作れない限り、結局どっかで揉めると思うんですよね。例えば、じゃあ、味噌汁大好きですと。でもその旦那さんが味噌汁大嫌いだと。なので、味噌汁食わないって約束しろって言って、じゃあ味噌汁食わないよって言って約束しても、やっぱりどっかで味噌汁食うじゃないですか。要は、それって旦那さんが、その奥さん、まあ、を完全にコントロールしたいっていう欲望を持ってて、奥さんが何が好きとかどういうことがしたいとかっていうのはどうでもいい。自分が完全にコントロールすること自体が楽しいっていうタイプの考え方の人だとすると、長期的に必ず揉めてうまくいかないと思うんですよね。なので、そういう考えなのか、要は、タバコが良くないと思うからやめてほしい。あなたの健康を思って言ってますって話なのかで、ただ僕その、禁煙をあまり周りに勧めないようにしてるんですよね。まあ何回か言ってるんですけど、親戚がそのタバコを禁煙して、ストレスが溜まって心臓の血管切れて死んだんですよね。なのでタバコよりストレスの方が体に悪いということもあるので、ストレスを溜めるぐらいだったら、タバコ吸った方がいいんじゃないかなと思うので。なので、健康が理由であればストレスを溜めないという方が実は体にとっていいんだよって話をするんじゃないかなと思います。
中国ホームレスです。日本から長期のフルリモートの仕事をゲットしました。あ、おめでとうございます。生活費を現地で稼いで、給料は貯金に迷そうと思うんですが、どっちの国からも税金を返す方法はありますか？あとニハオって言ってください。言いました。その日本の給料が日本に振り込まれるようにしていくと、要は、確定申告って、まあ、中国の法律はわかんないですけど、まあ、要は、日本で上がった収入をアメリカで確定申告しているのであれば、日本でやる必要ないと。っていうルールだったりするので、要は、世界のどこかで納税してればいいですよっていうパターンで、日本の収入も中国で納税してますって言い張るっていう。で、そのなんか中国の確定申告みたいなので、ほら申告してますよって言い張れるのであれば、日本のは申告しないで、そのまま口座に入れといても、その税務署に対して対抗できる可能性はありますよと。ただまあ、割と日本の税務署って結構ちゃんとしてるので、それくらいの対応策は考えてる気もするので、で、僕その中国のあの仕組みはそこまで詳しくないので、それがうまくいくかどうかはわかりません。売上が伸びていて資金がある40人規模のベンチャーですが、エンジニアが増えません。3年間1人でエンジニアをこなしている方がいますが、この方が原因でしょうか？転職してなんぼの職種なので低レベルのエンジニアを育成するのにも躊躇してます。お金があるんだったら、高い給与で、なんか月給100万円エンジニア募集って書けばちゃんとした人来るんじゃないですか？ちゃんとした人が欲しければ、高いお金を出せばいいんじゃないかなと思います。ライブチャットの運営をしています。女性求人でおすすめの求人方法はありますか？ Facebook、Google、Google はしています。まあ、これもさっきと一緒なんですけど、その、人が来ない理由って、給料安いからなんですよね。求人をしてて、すげえ高い給料で募集してるのに人来ないんだよねって話、僕一回も聞いたことないですよ。で、求人で人来ないって言ってるところって、99% 給料低いんですよ。なので、求人で人来ないのであれば、給料を上げてください。ビットコインが197万円まで上がりました。あ、そうなんだ。すごいですね。ひろゆきさん以前200万まで行くことはもうないでしょうとおっしゃられていました。今後200万近くまで高騰した要因に関するひろゆきさんの見解期待です。興味本位です。200万円まで行ってないでしょう。同じでお願いします。まあ、世界の情勢が思ったより不安っていうのはトランプさんのおかげですよね。なので、僕はそのトランプさんはさすがにそこまでしないんじゃないかなとは思ってたんですけども、BLM だったり、そのトランプさんが、認めないっていうので、ワシントン DC の周りでデモが起きたりとか、まあ、いろいろ起きてるので、なかなかね、世界情勢が悪いとここまで行くんだなっていうことで、そういう意味で僕は世界はもうちょっと平和だと想像してたんですけど、そうじゃなかったっていうので、はい。僕の間違いだったんじゃないでしょうか。人間関係で病んでしまった時の解消法を教えてください。その人と関わらない。男です。付き合ってください。嫌です。芸能人のクローゼット自害について他殺の話がありますが、ただの陰謀だと思いますか？はい、そう思います。少なくとも他殺の証拠があるのであれば、家族がめちゃめちゃその捜査を警察にしろって圧力をかけると思うんですよね。で、記者会見して他殺だと思うんですって言えば、多分マスコミが取り上げて、警察も捜査せざるを得ないと思うんですよ。なので、陰謀論だと思います。フェイクニュースやフェイクの動画の見分け方ってありますか？都市伝説みたいなソースがはっきりしない情報を見極められるようになりたいと思ってます。ソースがはっきりしないものは嘘だっていう体制で見ていけばいいと思いますけど。要はその、ちゃんとした情報って必ずソースが書いてあるんですよね。で、ちゃんとしてない情報ってソースが書いてないので、ソースが書いてないのは信用しないっていうだけで十分じゃないかなと思いますけど。今まで生きてきた中であんなものあったらいいなってものを日頃メモに残しています。何かお金に関する良策はありますか？なんか、自分でメモする癖があるんだったら、それがあったらいいなを作ってみればいいんじゃないですか？なんか、そこのヒントは自分のメモの中にあるんじゃないかなと思いましたけど。講演家の鴨頭さんご存知ですか？最近、ホリエモンや西野さんの金魚の糞みたいについてもらって、うさんくさいように思うんですが、ヒルクさんどう思いますか？さっきの人と違う質問かもしれないですけど、僕、存じてないので、ハゲた YouTuber っていうことしか本当に知らないので、なんだろうね、講演家ってまず仕事講演をしてるのでお金を稼いでる人って、まあ、結構いらっしゃるんですよ。経済評論家の人とかに多いんですけど、あれ、仕事じゃないですよね。要は経済学者って、経済の、じゃあいろいろ調べて、論文書いて、学会に発表して、で、こういった形で経済学として認められましたっていうのだったり、じゃあ大学で経済学を教えたりっていうのはあるんですけど、自称経済評論家の人って、単に俺が思ったことを喋ってるだけでエンターテイナーなんですよね。で、多分講演家の人っていうのもエンターテイナーだと思うんですよね。要は、その人が喋ってることを聞きたいっていうのでお金を払うっていうので、まあ、ライブをしてるアーティストとかと一緒で、
なので、その、学問ではないと思うんですよ。で、別にその、ハゲた人が喋るのにお金払いたいっていう人がいて、聞く分には全然いいと思うんですよね。なんか面白い話をするんでしょうと。なので、別にそれは全然いいんですけど、ただ、その、なんか、学問的価値があるかとかって言われると、論文出してないんだったら学問的価値はないんじゃないと思います。はい。Whose fault? It's our fault or your fault?Whose fault? Okay, okay. Choose. Whose fault? いや、家帰るのやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか、うん